皆さんこんにちは、島です。今回は鹿児島県の藤川天神に来ております。ここで梅や目白メインに撮影しましたので動画にしました。皆さんこんにちは、島です。今日は梅を撮影しに鹿児島の藤川天神にやってきました。梅園があり、梅の木がたくさんあるんですね。約150本あるらしいです。駐車場に到着しました。駐車場には看板があり、進んでいくと多くの梅の花が咲いていました。まだ屋根の上には雪が残っていて溶け出しています。それでは園内を見ていきます。西郷隆盛の愛犬鶴の銅像がありました。凛々しいですね。隣には西郷さんのイラストが置いてありました。梅ですが、ちょっと時期はずれているようで満開というわけではなかったです。それでも十分綺麗ですね。今回撮影する機材ですが、ニコンの Z50 と ZDX5250 を使用していきます。梅を撮影する設定は絞り優先モード、開放あたりを使ってなるべく背景をぼかしてみたいと思います。それではガシガシ撮影していきます。梅を撮影しつつ拝殿の方へ移動してみました。とても美しいですね。ここで桜を撮影していると目白がやってきました。かわいいですね。急いでシャッター優先にして目白撮影に切り替えました。集団で次々に木を移動しているようです。ヒヨドリも来ていましたが、枝や花に隠れてしまいました。残念。一通り取り終えると、梅の木のエリアに移動して目白を探しました。まずはここで待ち構えていきます。目白が近くまで来たらガシガシ撮影していきます。木の枝が入り組んでいたりするので、オートフォーカスをシングルポイント AF にして撮影。木の間を縫ってピントを合わせることができました。意外と今までのカメラでは迷っていたので、ここら辺ありがたいです。今回の設定はシャッター優先モード、シャッタースピード1600分の1で撮影していきます。目白は小さいので、かなり近くまで寄ってきてくれるまで待っています。よく写真雑誌を読んでいると、小鳥を撮るときに枝の位置や細かい構図に注意せよというふうに書いてありますが、いやそんなん小鳥次第やんというふうに思うのは私だけでしょうか。
まだまだ未熟ですね。連写で撮影していきますが、目白が動かずに枝に止まっているところを撮影するのに精一杯ですね。飛んでいるところも撮りたいです。一度に複数来てくれますが、隣に来てくれなかったのは残念です。しかしいい写真もいくつか撮影することができました。メジロって梅の花や桜の花などの蜜を好んで採食します。梅や桜の花が咲く季節になるとこのように近くで撮影することができるのでいいですね。もしメジロに興味がある方は梅や桜の名所に行って観察してみるのも面白いと思います。それに望遠で撮ると梅や桜の花がいい感じにボケてくれるのもいいですね。今回の撮影ですが望遠ズームでほとんどの場合開放で撮影しました。それでも目白を中心にして撮影したためか、解像感はいいと感じました。ただ、鳥を撮影して思うのは、やはりニコン Z の APS-C である DX の機種が一つしかないことですね。Z50 は、ある程度何でも美しく撮れるオールラウンダー的存在だと思いますが、D500 みたいに動き物に特化している機種ではありません。できれば動き物に強い、ZDX の発売を期待してしまいます。ぜひ発売してほしいものですね。それでは一通り目白を撮影することができましたので、梅を撮影して帰りたいと思います。それではだいぶ撮れたので帰りたいと思います。このようにこのチャンネルではカメラや絵のことについてお話ししています。いいなと思ったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。